皆様こんにちは、なりわでございます。本日は少しね、雑談をね取っていこうかなと思っております。その前にちょっとだけ、購入してきたものをね紹介したいと思います。まずですね、近所のドラッグストアで、まあ、生活用品ですけどねはい、トイレットペーパーですね。これは私ね、中は何にもない一つの束になったティッシュペーパーなんですが、これをね、ニトリさんで購入しました。こちらですね、こちらの方にね詰め替えて、使っておりますね。でね、たまたま私ずっと前からこのねティッシュペーパーを使っていたので、このケースがいいのないかなと思っていたらたまたまニトリさんで見つけましたので、なので私ハードケースにね、入ってない、ものをこれ5パック入りでね結構お安かったんですよね。おいくらだったかちょっとレシートをちょっと拝見してしまったのでわからないんですけど、いつもこちらをね箱入りじゃないものをねいつも購入しております。それから、先日ねハトムギのことをお話ししてましたら、私どうやら間違えて購入して私が本来使ってるのはこちらですね。皆様ハトムギ美容水というものですね。こちらはノンアルコールでございますので、前のはね、アルコールとかがね入ってましたので、こちらは、ノンアルの方のハトムギ美容水でございますね。もともとはこちらを私は購入して使ってたんですが、なんせ今まで使ってたタイプのものがね結構にぎにぎしくバーッと出ていたので、あこれと思って思わず買っちゃったんですよね。ところが違ってたということでね、今回こちらをまたね、購入し直して参りました。それともう一つはねご紹介はしてなかったんですが、ダイソーさんでナチュラルラインにアイブロウということでね、グレーがねなかなかねないんですね。なんかブラウンばっかりで、私はグレーが好きなので、髪の毛がね前はちょっと赤かったですよね。そういう時はブラウンでいいんですが、これからちょっと濃いめの色になってきますので、やっぱりグレーがいいかなと思いまして、こちらをね購入いたしました。こちらの芯がですね、こんな感じで丸芯なんですね。で描く時にこう優しく普通にね引くとスーッと描けるので、とってもこれ描きやすいんですよね。なのでこれいいなと思いまして購入いたしました。でこちら側はこのようなブラシがついておりまして、こうやってねなぞって、いけるブラシ付きでございますね。サイズ感ですと言いますか、この長さがね、ちょうどいいのと、それとグレーという色がね欲しかったので、こちらのねアイブロウペンシルをダイソーさんで購入してきました。でね来月から皆様方消費税がね10% になりますよね。それでね、先日お買い物に行った時にいつも行くスーパーがあるんですが、そちらでですね、9月30日までこんなのをくださったんですね。これは500円以上購入すると毎日 T ポイントがね、5倍ということで、毎日、20日の日から毎日使える T ポイントのクーポンなんですが、これを日付別に、切り取って500円以上のお買い物であればポイントが5倍つくということで、11日間のね本気の11日間私ね何だろうと珍しいなと思ったんですね。マレーツさんでいつもね私はお買い物をするんですが、うちの近所の何でしょうスーパーは何軒かあるんですが、一番近いところにあるのがマレーツさんなんですね。で本来いつもねこのようなねチラシはねマレーツさんでほとんどないんですよ。だけれどこれどうぞお使いくださいっていうことでね買い物かごお勘定が済んだところに入れてくださったんですね。で
ああいらないのにと思ってたんですけど、お家帰ってきてしてようかなと思ってパッと見たら、増税前の本気の11日か500円以上購入で毎日使える5倍クーポンということで、ね、あの今あの9月13日から15日の間にということなので、もうね、今日で終わりですね。その間に1000以上のお買い物をした方にもらえるクーポンだったんですね。だから捨てないでよかったなと思いました。20日からね、30日まで9月の終わりまでね、毎日使えるので、でも毎日私は買い物行きませんからね、まあ3日に1回ぐらいなので、そうですね、11日間で、まあ、ここで20日に行ったとしまして、大体23日頃25日、1回2回3回4回ぐらいは使えるんでしょうかね。4回ぐらいは使えると思います。その間にもし調味料なんかが切れて、シャンプーだったり、そういったトイレットペーパーだったりね、そういったものが切れた時に間に行けば500円以上ねお買い物すれば5倍のポイントがつくということでね、これはもう大いにね活用させていただこうかと思っております。ありがたいですね。5倍のクーポンがつくだけでも、まあ、500円以上お買い物しなければいけないわけですが、まあ1回ね、お買い物するのに、500円以下っていうことまずないですからね。私の場合はね、2、3日に1回冷蔵庫が空になってはいつもお買い物行きますので、どうしてもねその度に2000円3000円ってかかるんですね。なのでまあこれは有効活用ねさせていただきたいと思いますね。嬉しいですね。これ思わずね捨てるとこでした。単なるチラシだと思っていたので、いやいらないのにと思っていましたら、よく拝見したら、ああこれは捨てちゃダメということでね、使おうかなと思っておりました。ありがたくね、使わせていただこうと思っております。なので取っております。ね、これから本当皆様ね、10月からね、消費税が上がりますけれど、まあね、生活必需品は今まで通り 8% なわけですからね、贅沢品が 10% になるわけですよね。だからそこのところはなんとかねうまくやりくりをしてやっていけばいいかなと思っておりますね。で、何でしょう、お天気がね、ここのところなんだかちょっと涼しかったり、ずいぶん涼しいかと思えばちょっと暑かったりとかね、そんな繰り返しですよね。まだちょっとまだ暑さがほんの少しぶり返してきましたね。こんな時って皆様方ね、体調を崩しやすいですからね、どうぞねお体気をつけてお過ごしくださいね。各位私も、気をつけてね過ごさないといけないなと思っているんですけどね。まあね、本当気候がね最近ちょっと危ういですね。またそれに台風もまた来ているようでございますからね、いろいろありますよね。ただなんだろう、これからまたね、今週末から、今週末でしたっけ、今日は何日、今日は9月の16日月曜日ですからね。あ、そうですね、今週末の土曜日からまたね3連休でございますね。私は今週末は、東海道53次をね歩かなきゃいけないので、またね、頑張ってね歩いてこようと思っております。久々なのでね、皆さんについていけるかどうかがちょっと心配でございます。この暑さで全然歩いてなかったですからね、まあ、歩くには歩いておりましたけれど、今までのようになんだろう頻繁には歩いて、たまにしかね歩いていなかったので、ね、結構な距離を歩きますしね、なのでうまくついていけるといいなと思っておりますね。今回はね、大磯から神津までね歩きます。海が見えるんでしょうかね、今度はね大磯の方から。それと富士山も見えたりするんでしょうかね。なのでちょっとね楽しみではございますね。問題はお天気でございますね。台風も来ておりますし、まあ21日は気温はねさほど高くはないですけれど、当初はね21、立川は21度で、その
歩く近辺は25度ぐらいだったんですが、あの今10日間のお天気を見ましたら28度になっておりまして、いや暑そうとか思って、気温がね、涼しかったらいいですね。台風がねその直前に来たりするとその後ちょっと暑いのでね、できたらね、気温がせめて22、23度ぐらいでいてくれたらね、まあせめて25度ですよね、だったら歩きやすいんですけどね、まあね頑張って歩いていきたいと思っておりますね。なかなかねあの東海道はあの何でしょうか、一気にね歩くわけではございませんのでね、あのあるポイントからあるポイントまでを週に一度、あ、月に一度ですね、月に一度の割合で歩いておりますので、結構な日にちを要しましてね、だいたい3年がかりで、京都を目指そうということなんですね。まあ、あの本当前もお話ししましたけど、私一人で歩こうとか思ってたんですが、まあ一人じゃ到底無理ですよね。あの年齢的なものもありますし、何が途中でね起こるか分かりませんし、道にも不安ないですしね、ましてやあの街の中だけを歩くわけじゃないですからね、やっぱり心配な部分もありましたので、そんな時にたまたまね参加できるグループがあってよかったなと思っておりますね。なのでまたね、今月から東海道が始まります。頑張ってね、歩いていきたいと思いますね。まだちょっと先になりますけれど、今年いっぱいはお泊まりはないんでしょうかね、日帰りになっちゃうんでしょうかね、もう9、10、11、12、4ヶ月ですからね、今年はね、歩くのは4回ですから、歩きは年明けぐらいからなるんでしょうかね、一泊してからまたそこから歩くみたいな感じなんです。あの、ある場所に集合して、歩いて、そしてその歩き終えたところで一泊をして、また来る日、そこから歩くというふうな工程に変わりますので、そこからは、だんだん遠くなってきますし、あのお宿もね自分で取らないといけないので、泊まるところとそれから交通費が今度はねかかってきますよね、なのでもっともっとね私も頑張って、やっていかないといけないなと思っておりますね。まあとにかく健康であればあのなんとかいけるんじゃないかと思っていますのでね、皆様方応援のほどよろしくお願いいたしますね。私もね、年々もう間もなくね、74歳になりますから、元気なうちにねぜひ、53次はね歩いて完走したいなと思っておりましたので、無事あの京都完走できるといいなと思っておりますね。果たしてどうなるかは分かりませんけれど、まあ元気であればいけるんではないかと、まあ気楽に考えております。あまりね、心配をしてみてもどうとかなるものではありませんしね、まあ、いい方に私は何でも取るたちでございましてね、なので、まあ、楽しく物事を考えた方がどうせならその方に、向かうのかなと思っているので、いつもねそんな感じで過ごしております。今日ね久々にね一日体が空いたんですね。今日は9月の16日のね祭日ではあるんですが月曜日ですね、珍しく体が空きましたので、宅配便さんを受け取って、それから今ね動画撮ったりしております。でまたね、この前の動画でしょうかね、多分QVC さんからのね荷物が届いたということでね、動画をアップさせていただきましたけれど、またねお付けねつくものがあとね何点かございます。なのでまたそちらがね届き次第皆様方にはね紹介をさせていただきたいと思います。やっぱり季節の変わり目っていうんですか、何でしょう、やっぱり YouTube をやっているとですね、やはり動きますよね。予定があってあそこで撮影をしていかなきゃとかいろいろ予定がありますよね。そうするとやっぱり着るものがね、必要になってくるんですね。今までの
お洋服でも大丈夫なんですが、やはり皆様方がご覧になってね、楽しんでいただくにはやっぱりお洋服も新しいものを購入して、ね、それやっぱりそういったこともちょっと大事かなと思いますので、必要とか必要でないとかではなくって、購入をして、まあ、その計画を立てて、そういったことで、私は一点一点厳選をしてね、お洋服は購入させていただいております。例えばね、よく大手さんがなさっているようにユニクロさんで、ね、買い占めてきましたとかね、爆買いしてきましたとかね、2着も3着もね買うようなことはしないんですね。もしユニクロさんに行くとしたら、もう目的が分かっていくわけなんですね、私の場合はね。そうすると、まあ、たまたま通りがかりで見て買うということもありますけど、大概の場合はT シャツが欲しいと思ったら、それを見に行って厳選してそれだけを購入してくるんですね。なのでそんなに他の方のようにね、3着も4着も買うということはしないんですね。だからね、動画的には皆様方はね、もしかしたらつまらないと思われるかもしれませんが、まあそれが私のお洋服の選び方なんですよね。どうせなら動画を上げるから、じゃあこれもあれもこれもで、絶対ね、そういった方は一回来たら絶対気に入らない服は着ないで、ほかされる方が、ほかすそう捨てられる方がね結構多いと思うんですよ。なのでそういったね、無駄は私はできたら避けたいので、どうせなら購入したものはね、出番の多いお洋服にしてあげたいなという思いから、そういったこともありまして、むやみやたらに買わないんですね。で、まあ、QVC さん見ていても、拝見してても、ああいいな、欲しいな、あれも欲しい、これも欲しいって思いますけれど、だけれど、果たしてこれが今本当に必要なのかどうかということとね、これはどんな今自分の手持ちのお洋服ね、組み合わせが効くのかとかね、そういったことを考えて、購入しますので、どうしても1点ずつになってしまうんですね。本当はね2着3着買えたらよろしいんですが、そんなね、無駄遣いもできませんので、まあできましたら私のはですね、お洋服の買い方としましては、自分が本当に気に入ったものを一点一点ね、厳選して購入をして、そしてその買ったお洋服を大事にね、今後も着ていきたいと思っておりますので、だから皆様ご覧になってお気づきだと思うんですが、本当に私この T シャツももう何年前、2年ぐらい前でしょうか、本当にね着心地がいいですね。これアンドラブさんの T シャツなんですけれど、デザインといい、丈感といい、生地といい、とってもいいんですね。なので気に入ったものを、しかもお安く買えたんですね。ちょうどカウントダウンの時、カウントダウンじゃなくてディスカウントの時で、その時に前は欲しくても T シャツでそのお値段はっていう感じだったので、ね、T シャツでこれぐらいのお値段になるならいいかなということで、もう即迷わずね購入したんですけれどね、こんな感じで、本当に私はねヘビロテをするお洋服が多いですね。皆様とご覧、またあれ着てる、また着てるって、きっと思いだと思いますね。これとあと何でしょう、今の時期だったの黒のポロセットで、ここにハートがついて、あれもアンドラムさんですね。それとユニクロさんで買った T シャツとか、島村さんで購入した T シャツ、そしてコートだったり羽織物だったりね、本当にもうこれどこかっていうぐらいね、着ておりますね。だから一日の着てポイッとするようなことはまずないですね。なのでせっかくご縁があって購入したお洋服なので、大事にね、ヘビロその季節季節に合ったものを購入して、それでこうやって着回してあげたらお洋服も嬉しいですし、私も買った甲斐があるなと思ってますのでね、今後もそのスタンスは多分ね、変わらないと思いますね。なのでまあ長い目で見てくださいませ。まあ、こんな感じで、
今後もねお洋服はもうこれは昔からの癖ですね、例えばパンツが欲しいと思ったら、デニムがいいのかそれともね、ウールの生地がいいのかいろいろ考えましてね、今自分が持っている手持ちのものと相談しながら、それで決まったらそういったものをずっと探すんですね、いろんなところでね。それで私の思っているものとピタッと一致したものをね、買うようにしております。そうすれば失敗したっていうこともないですし、もう本当ね愛着を持って、ずっと着回していけるので、本当私のお洋服はねヘビロテが本当に多いお洋服が多いですね。なので今後もものはねやっぱりいいものはいつまで経っても着れますし、2年3年経ったからといってね古いっていう気もしないですしね。なのでこれからもそういった感じでお洋服の購入は私はゆるゆると1着ずつ丁寧にね、購入していきたいと思っております。まあそんなこんなでこれからも頑張っていきたいと思いますね。ということで、今日の雑談はこの辺にして終わろうかと思っております。皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では。